はい、どうも、こんにちは。本日はですね、稲妻イレブン、アレスの天秤のトレーディングカードゲーム、イレブンプレイヤーの第1弾がですね、発売したばかりなんですけれども、7月14日にですね、もうイレブンプレイヤーの第2弾が発売ということで、そちらの第2弾にはね、どんなカードが収録されるのかなという、予想動画ですね、考察動画になります。で、あくまでも予想ですので、実際はね、実際の商品と異なる場合は、もちろん、あるかと思うんですけれども、簡単にね、予想してみたいと思いますので、そちらの方はね、やっていきたいと思います。で、各チームごとにね、考察していこうかなと思っております。で、まだライモン中はね、まず、どんなカードが収録されるのかなというところで、まあ、まず技に注目していくとですね、まあ、この6人の技はすでに存在しておりますね。海原が渦巻きザハンド、日和がシューティングカット、で、岩戸がザウォール、日浦が氷の矢、で、アストが稲光ダッシュ、で、サスケがファイアトルネードですね。はい。でもこの6人の技はないのかな、もう。まあ、あるとしても、効果違いとか、そんな感じになるんですかね。はい。で、まだ技を出してないのが、はい、この5人ですね。はい、万策と、服部と、道成と、クイリと、ゴージン。この5人がね、まだ、8話時点ですけれど、アニメの8話時点ではね、技を出していませんので、まあ、この5人の技は収録されるんじゃないかな、と思ってます。はい。ただ、技を出したからといって、確実にカード化されるとは限らないんですよね。ゴーの浜野が、波乗りピエールがね、一応カード化されておりませんので、必ずしも技を出したからといってカード化とは限りませんね。はい。で、無印でもね、宍戸のクリネールショットとか、カード化されてませんので、まあ、初期のメンバー11人のね、技が全員分がね、カード化されるとは、必ずしも言えないんですけど、まあ、個人的にはね、カード化されることを願ってるんですけれども、もしかしたらされないということで、まあ、されることを期待しつつも、はい。で、キャラに関しては、そうですね、日浦、サスケ、アストが、まあ、一応スーパーエリア以上で収録されてるんで、残りのメンバーが、まあ、特にキーパーとかキャプテンの、海原、道成あたりは、スーパーエリア以上で出てもいいんじゃないかなと思いますね、はい。でも、ライモン中に関しては、そこそこはね、収録されると思うので、まあ、どうなんですかね。あとは、バックではね、なかったんで、大谷尽くしもあるんじゃないかなと思います。はい。あとは、このプロモカードみたいな感じで、なんか11人全員乗ってるカードとかも、パックになってもいいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、ライマン中はこんな感じですかね。で、続いて、青松学園なんですけれども、まあ、キャラでカード化はね、おそらく硬いのは灰崎と木戸あたりじゃないかなと思います。はい。この辺は、まあ、木戸はスーパーレアとか、灰崎もスーパーレアがないので、スーパーレアあたりで出てもいいんじゃないかな、と思います。もちろん稲妻でね、継続して出てもいいと思うんですけど。でも、技に関しましては、一応6種類、青松技を使ってまして、アニメで。はい。で、オリオのね、スペクトルマグナだけが、まだ、カード化されておりますので、そちらが出てもおかしくはないんじゃないかなと思います。はい。青松はこんな感じですかね。おそらく少しは、あるんじゃないかなと思います。はい。で、続いて、ミノ銅山ですね。で、技で出てないのが、モッコリオカのモアイと、あと、フランケンシュタインの2つですね。はい。そちらがまあ出てもいいんじゃないかなと思います。でもワンチャン壁山バージョンのザ・ウォールとかですかね。はい。で、続いて、木戸川ですね。木戸川は、まあ、サスケのね、ファイアトルネードバージョンだったらあるんですけれども、まあ、ゴーエンジバージョンのファイアトルネードが出てもいいんじゃないかなと思います。あとは西垣のキャラカードぐらいですかね。で、御影戦のはもう、新たなファイアトルネード、もしくはパトリオットシュートぐらいですかね。
まあ、ファイナルトレーニングアニメではアレスではまだやってないんですけど、パトリオットシュート打ったんですけど、まあカードないっていうことで、それぐらいですかね。はい。で、OT 付きの宮のね、野坂も、まあ、稲妻か、まあ、またスーパーレアとかで出てもいいんじゃないかなと思います。で、同じね、チームのカードが、ライバルキャラが連続してカード化っていうのは、過去にもそこそこあるんですよね。ゴーだと、ハヤブサ、テンガラ中のハヤブサと、あと、超人ファルコ、ファルコイングはね、別のパックに収録ですし、あと、無印だと、ナセチューとか、収容メイトとかも、時期がずれて、一段遅れてね、収録されてるんですよね。ノセだったらカメレオンとか、収容メイトだったらアケイドと、無敵ヒデオとか、が、一段ずれて、本来登場するべきやろう収録パックに出ずに次に遅れてとかあったんで、まあ、さっき言ったね、モッコリオカのモアイとか、パトリオットシュートとかもワンチャン次のパックに、スペクトルマグナとかですね、あり得るんじゃないかなと思っております。ではまだアレスにはないチームな紹介なんですけれど、まあ、第9話でね、おそらく帝国学園ががっつり出てくると思うので、まあ、帝国のカードを見ていこうと思うんですね。で、まだ収録されてないのが、帝国学園のメンバーだと、五条、崎山、あと万丈の3人になります。はい。で、そこにね、おそらく帝国で収録されるのは、まあ、まあ、軌道はね、正常でいないんで、除くとして、まあ、佐久間、源田は、硬いかなと思います。で、あとはね、追加で入った不動とか、強化炎の風丸もね、まあ、スーパーレアぐらいで、出るんじゃないかなと思います。おそらく、まあ、レア以上では絶対出るでしょう。はい。で、源田がワンチャン怪しいかなって感じですね。まあ、なってほしいんですけど、新キャラのね、シミリガーが一応ゴールキーパーなので、被ってるんですよね、ポジションが。まあ、なんで、で、一チームのキーパーが二人ともカード化っていうのが、敵チームでは今までになくて、味方だったらね、遠藤と立ち向かいとか、伊吹慎介とか、三国と新助とかあるんですけど、敵チームでメインキーパーと控えキーパー両方カード化っていうのがないので、源田とシミリガー両方、まあ、出てほしいんですけど、まあ、出るとしても初めての試みになるんで、敵チームでは、まあ、そこがどうなるのかなって感じですね。まあ、でも源田人気キャラですよね、普通に。はい。一期というか無印では一期二期三期それぞれに出てきますからね。帝国、新帝国、ニュージャパンとして、まあ、それだけ人気ってことなんで、まあ、さすがに出るとは思うんですけれども。で、あと、パワーシールドとか、技カードとしてはないのでね、フルパワーシールドは出てるんですけれども、無印で出てほしいところですね。まあ、佐久間、源田、風丸、不動、シミリガワあたりは、されるでしょうということで、感じですかね。であとは必殺タクティクスのインペリアルサイクルも、まだアレスの天秤ではタクティクスがね、カード化されてないので、まあ、出るんじゃないかなと思っております。あと影山ですね、はい。工藤とか超金運みたいに、普通に監督カード化されてるんで、影山も出るんじゃないかなと思います。で、帝国の影山っていうのが意外になくてですね、新帝国の影山とか、でミスター K の、オルフェウスのミスター K とか、あとは、アースイレブンのね、黒岩とかだったらカードがあるんですけど、所属が帝国の影山レイジっていうカードがね、まだないので、そこもアレスで出るんじゃないかなと思っております。はい。で、帝国はこんな感じですかね。であとは、次のパックに入りそうなカードとしたら、まあ、ゼウス中とか、白猿中とか、衛星学園とか、この辺になってくるかなと思うんですけど、まあ、ゼウス中はね、もうアフロディとか、ゴッドノーズ、ヘブンズタイムとかですね、カードか。で、白蓮中だともう、吹雪シロ、吹雪アツヤ、で、まあ、染岡、あと、苗、新キャラのね、苗ぐらいですかね。で、まあ、技はエターナルブリザードとか、まあ、ワイバンクラッシュ、ドラゴンクラッシュ、まあ、ワンチャンウルフレジェンドとかですかね。はい。まあ、なんでね、第2弾が、もういよいよね、7月発売ということで、結構第1弾とね、そんなに差がなかったということで、今からでももう楽しみにしております。というわけで、11プレカ第2弾のね、
収録内容考察動画でございました。最後までご視聴ありがとうございました。